はい、ファビュラス、ファブスタイル続きからやっていきたいと思います。ちょっとファブスタイルも久々になっちゃったんで、前回何したかな。とりあえずアキラ出てるから行こう。アキラだよ。そう、アキラ言いすぎて、レオとかねのこともっていうコメントをいただいて、いやもちろんのことながらね、レオは好きよレオとかあの辺の僕の家に来てくれませんか。すでに攻略してる話があります。メンバーはね、ま、何話がある。大変じゃない、なんか大丈夫。明るい話題だといいけどね。先週ドクター1から小包が届きました。あ、そんなあったね、なんか言ってたね、あのジンが。ドクター1は、アーユルヴェーダやヨガにも精通している名医だ。アーユルヴェーダ難しいね。僕も留学中に何度か講義を受けたことがある、ドクター1も僕を覚えていてくれましたけど、なぜ彼から僕宛に郵便物が来たのか最初は分かりませんでした。まあそれは分かんないよね、だって急にだもんね。でもあ、バレた。あなただったんですね。バレたよ。先生は処方してくれた薬と一緒に手紙をくれました。そこには君も知っての通り、人間には基本的に免疫力や治癒力が備わっている。物事を前向きに考えなさい。心まで病に負けてどうする。自分が勝手に生きていると思ったら大きな間違いだ。自分が何をするためにこの自然界に存在しているのかよく考えてみろ。なんか本当難しいよね、そんな。ドクター・スタンレイ・ワン、そう書いてありました。多分まあそのスタンレイ・ワンに会うことはないんだろうけどね。確かに空気を吸わないと生きられないことさえ忘れていましたし、太陽はどんな人にも平等に光を与えてくれています。僕は自然界に生かされているんです。一人でも多くの命を救うためにやっと気がつきました。きっかけはすべてあなたのおかげです。そんなね、そんなこともないけどね。なんかお愛おしい手だ。お愛おしい手だ。この手が二度と冷たく凍りつかないように、今度は僕が守りたい。あら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 、もうじゃない、なんかもうさ、距離感もう爆発でしょこれは。ねえ違う公園に G って書いてあるけど、ちょっとカフェ行くね。カフェから波動出てるからちょっと。あ、アキラじゃん。アキラのその服は未だに気になるのよね。ありがとう。やったね、知力アップは本当に嬉しいからね。そう、あのね、このゲームの攻略本を見て思ったんだけど、なんか初期設定、このキャラクターたちの初期設定のラフ画みたいなの載ってて、なんか全然顔違うんだよね、フレミングとか初期設定の方がかっこいいっていうね、みんな。どういうことなの。あ、のぞみはなんかまあパンチ効いてていいよね。お茶まあお茶いまいちまだジョージのことは好きになれないのよな。本当にそんなこと思ってる。やだ、こいつやだ、なんか。あ、出た、アユ。マユなんだけど、でもほぼアユ。早く行ったら、プレイボーイは嫌い。ああ、いいな、いい選択肢だな。ああ、モテるみたいね。ボートレースを見に行く？何のために？なんか女性楽しくないだろう、それ見に行っても。派手なんとかそういう問題なの？
いいわよ、お茶ぐらいは行くわ。うん、あ、いいよね。うん、あ、そっか、製造契約の話してたね。うん、そうかな。じゃあもういっそさ、のぞみとでよくない？彼は、ね、それでいい気がしてきたわ私。うん、あ、もうない。じゃあアカデミー行きましょう。ちょっとやっぱバカだバカだ言われてるからね。ルイ可愛いね、その服。一緒に勉強してほしい。もはやちょっと頭悪すぎるから、ちょファッション終わりそうなんだよな。はい、いい結果を期待しているよ。期待はしないで。水玉模様を表す次の言葉で大きい順に選ぶ。大きい順？はいはいはい。授業を聞いていたのか。ん？一般にカット層に含まれないもの。セーターじゃないかな。よしよしよし。肩の露出が大きい順に選びなさい。ベアトップってなんだっけ。タンクトップよりじゃない。こうじゃない。おーい、いいね。次のドレスを着用する時間帯が早い順、早い順。アフタヌーン、アフタヌーン、イブニングカクテル。失望した。惜しい。カットソーの意味として正しいのはどれか。そう。お、失望した。ふふ。ダメですね。相変わらずダメですよ。ああ、忘れた。ごめんね。うん。それで上がる？頭良くなる？大丈夫？多分解けなかったね。これとってね。ちょっとワンピースの最高がいつもないわね。はーい。うん、もう給料100万円には触れないからね。あー、やっぱ G ファッションと光が強いわね。あそこボコボコにしないとどうしようもないね。何下がり毅然って。あなたもみ苦しいのよ本当に。クリスマスじゃないそういえば。 OK、しとこう。しょうがないよ、これは。これは必要経費ですよ。クリスマスもね、セールできないような店はもう閉店ですよ。はい。で、せっかくのクリスマスだし、やっぱ仕入れはしておこう。うん？何？あなたちょっとやばいからね、ちょっと。これぐらい入れて、セルフ仕入れで、おのおのから、ワンピを、ちょっとずつ入れて、ドレスもあんまないじゃん。こういうのが地味にさ、要求してくる人いるよね。あ、でもな、これ1000万今言ってんの？これ切っちゃうのはちょっと嫌なんだよね。なので、ちょっとあんまこれ以上は行きたくない感がある。でもな、在庫ないのが一番問題じゃん。いらんでしょ。よし、戻ろう。はいはいはい。で、マネキンやりましょう。で、同じブランドで、まとめる。これにしよう。これで、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 できる限り高く売りたいっていうね、この、
はい、行きましょう。久々だからね、ちょっと委員長お願いします。なまってるかもしれない。まさこピアノコンサート用のロングドレス。ロングドレスね、さっきドレス入れたよね、何個か。ゴージャスが好き。まあなんかでもゴージャスって感じはしてるよね。ベーシック、ゴージャス。こっち、絶対こっち。うん。いいんじゃない ?24 歳。ほら。クラシックよりもジャズが好き。ジャズバーってあれじゃないの？バーバーバーじゃないの？行っちゃいましょう。バーバーバーに彼女いるの？待って待って、ワンピースに帽子に、ここで、ワンピースで、お、いい。レッツゴー！レッツゴー！スカート。うん。はい、はい。でも慣れてきたわね、これにもね、なんか。はい。いいですね。よし、ピンク来い、ピンク。来た、早いね。間違えた、何かお探し？アウター。アウター、ゴージャス。似合わないと思うんだが。本当にこれ15万よ、これ。ごめんなさい。なんかごめんなさい。あれか、さっき着てたやつだった、もしかして。そんなとこまで見てなかったな。ごめんなさい、ほんと。いいですね。はーい。20いけなかったのがちょっとショックだけどね。タニックイノベーションに。そうなんだ。じゃあ私しなくてよかったんじゃない、やっぱり余計。女子は偉いの。それに引き換え、この役立たずの頭でっかちが。もうね、ここまで女子は偉いのっていうのもなんか軽くセクハラだからね。 U&A の島由美子たち女子の爪の赤でも信じてごめん。やだわ、由美ちゃんは。かい、誰由美ちゃんって。いい子だよ。あ、島由美子のこと。あんこのおかげでファッション再生ファンドでもう2000万も利益出とるで。ほんに、おなごは偉いの。国際電話で修了社長が、これ以上のタニック再生ファンドの投資は反対とおっしゃってますが。反対反対。もうなんかだからその、修了社長偉いよね。なんか。横文字好きの修了は、M&A なんぞとほざく前に、金儲けしろってなもんだ。どういうこと？何事なの？こんなマリー初めて見たわよ。聞きました？タニックイノベーションの話。何？負債は200億を超えて、社長は行方不明で、詐欺らしいですよ。やったー、私あいつガン無視してよかった。まあ大体あんなね、うさんくさい話をしてくるやつは詐欺なのよ。まあよかったよかった。大谷社長。詐欺師扱いの写真がニュースに出てました。あらあら。あれ急にボイスなくなったの？スエゾは終わったわね、これでね。大変です、会長。あ、やったー。テレビでタニックイノベーションの社長は所在不明で、債権者が会社に押しかけてます。だって身元不明すぎたもんね、彼ね。何なのと思う。詐欺の疑いがあるようです。何？よ逃げたきゃ。うわ、1億円だって。1億円もぶっ込んでるけ。うわ、上り坂も下り坂もあったんが、まさかの坂に出くわしたげる。終了には秘密に。いや、1億のあれは無理でしょう、秘密にするの。
会長、そんなことおっしゃってもネットで海外にももう流れてますよ。だろ、それを止めるのがお宮の仕事だで。いや無理だろう、それは無理だよ。線って線でも何でもぶった切ってこいや。線なんかありません、ワイヤレスですから。じゃかしい、どうたらこうたらお宮なんだ、首だ首。お前が首だよその前に。へえ。ああ夢は崩れ去ったみたいよ。イエーイ、勝手に自爆してくれて嬉しい。うん、いい感じ。じゃあどこ行く？あ、誰もいない。そんなことある？誰もいないのか。どうしようかな。せや美容院行ってないよね最近。ちょっと一回寄ってみる。どうもいらっしゃい。この間ね、総理の奥様がね。そしたら20年後は男の4人に1人が独身よって、そう言ってたわよ。なるほど。20年後でしょ、ってことはまあ私もまあそれなりにまだまだ女盛りってとこだよ、ね。マコ何歳だったかな、大丈夫かな。さあ座って、楽しいこと考えてるから今日はね出来がいいはず。まあまあ、鬱なこと考えて楽しいこと考えた方がねいいよね、何事もね。そろそろ髪型なんかないの？あ、なんかニューあるよ。わお、絶対嫌です。なんかロングで可愛いのないの？全然可愛くないよね。せめてカラーでも変えるか。そう、黒髪にする。なんか全然可愛い色がないのがこのゲームの弱点よね。はい、お題はこちらにあります。そろそろさ、メイクをなんかゆうたちゃん的なものにしたいわね。なんかいつものねしたいんだけど、リップがな。うわ、怖っ、激ヤバじゃん。はい。はい、お題はこちらになります。買うだけ買うっていうね。そうそう、ほら、魅力上がるから。買っとけば魅力上がるからね。待って。あ、そっか、消えたんだ、あいつ。あの、お末蔵おじいちゃん。てことはもう光と一騎打ちなんだね。じゃあ、どうしようかな。アカデミー行っとく？しゃあないよな。もうダメだ。ちょっとこれ本当に勉強したい、フラで。っていうか、あれ欲しいんだけど、これこそね、攻略本に載っててほしかった。答え。載ってないのよ。どうする？着実に頭を良くするなったらさ、あれなんだよね。絶対カフェ行った方がいいんだよね。アカデミー行くよりは。アカデミーちょっとカットしていこうかな。さっきのもカットされてるかもね。はーい。もう全然ダメだ。本当やだ。本当頭悪い。クリスマスです。誰かいるかな？アキラいるかな？ハート出てるよ。お店大丈夫？ちょっと微妙なラインね。お店行っとけばよかったな。フレミングかキラしか買えない。あ、キラ。あ、みどりちゃん。あ、そうなんだ。クリスマスまで仕事な。まあでも、私も今年は多分、イブも、クリスマス当日わかんないけど、働くんだろうな。ここ数年クリスマスは全く働いてなかったからね。イブも。今年は、ちょっと待ってよ。終わり？さっきので。あ、そうなんだ。取らないと。何？ダメだったんだけど。頭悪いから？いや、もうそろそろ私ちょっときつくなってきたわね。うるさい。
もう激怒だよね。なんだ人件費300万ってお前。おい、こら。やばいって言ってるだろ、店が。何やってるんだ。マジファッション倒産してる。ざまあ、ざまあないわね。今月試験か。ちょっとそれも本当に地獄ですね。頑張りましょう。もうね、いいから。もう分かってる。あと 2ヶ月ぐらいで結果が出るわよ。ちょっとどうしたもんかな。オール取らないといけないしな。え、何ファイナルフェイル？じゃあちょっと入会行った方がいい？てってん。ギリギリならんよな、多分在庫的には。全くなくなっても困るからな。もうな、前月が稼ぎがちょっとしょぼいことを考えるとこんなもんでいいんじゃないかなと。マネキンはやっとくだけやっとく。てかマネキン売れたんだね。逆にそこにびっくりする。なんかいいのないよね。これいいじゃん。何を持っていいって言ったのか分かんないけど。まあ買う人いたらちょっとなって感じはするけどね。開店です。マジお店とね、あれだけでいいなら全然いいんだけど、知力がちょっと本当にこのゲームは肝ね。なんかね、あらさやか久しぶり。闇な人いたの。ビンタしたらいいのよそんなやつ。これ靴か。ちょっと待って、靴か。靴ゴージャスな靴。よりによって靴。あー、よかった、あった。はい。え？見えなかった、もうごめん。ごめん。もうダメだ。今日なんか調子悪みよ。久々だからかな。そういうことにして、もうわお。次頑張るわ。ちょっとお手伝いするわよ。うん、あ、何でもいいってこと。おすすめを買いに来た。リッチカジュアルなら何でもいいってことかな。はい、12万円するけど買って。あ、いいじゃん。黒やっぱ着るとしたらちょっと締まっていいんじゃない。いい感じ。レッツゴー。レッツゴー。もう失敗できないからね。もうね、あるけどね。いいですね。はい、16はいけるか、とりあえず。うん、20いけないぐらいだろうな、今回もな。はいはいはい。いいですね。いいですね。はい、来て、早く来て、早く来て。お願い、早く。あー、今いけたよ。やりましたね、店長。はい。もうちょっと微妙なラインだね。もうちょっと頑張りたいかもあるな。さてさて、いや、マイショップにいるんだけど、ほんとね、この G がゴキブリに見えちゃって、ほんとにどうしたらいいのか。え、明けましておめでとうございます。マジ知らないうちに年明けてた。店長、お願いします。1月だったわ、そういえば。おきおめ。ああ、インナーが欲しい。インナーね。リッチカジュアルだったよね、確かね。リッチカジュアルのインナーか。今着てるのがでもそれだから。ええ、それに合うやつでしょ。え、これしかないの？これかな？色合い的には。
度合い的に言ったらこれだと思う。わお。わお。わおはいいんだけど、この際。お？ジョージ王子様が自家用ジェットを使って、うん、あなたとミラノの高級ブティック街モンテナポレオーネを視察するといいよって言ってくれたの。別に私はそれに行きたいとか行くとは一言も言ってないけどね。一緒に行かない？行けばいいんでしょ。嬉しい、楽しみにしてるね。うん、しゃあないわ、しゃあないからね。行って帰ってくるだけで何日間かがパーになるから。え、フレミング先生の助手の仕事は病気とかで休むって連絡しておきますよ。マリ優しいしスペック高えな、やっぱスペック高え。これ行くか、行く流れか。これは公園に G があるもんね。あ、行くんだ、やっぱりイタリアへ。私今イタリアよりさ、なんか他の国へ行ってなんかみんなに会いたいんだけどな、他の。うん、マジでヨーロッパ旅行行ったんだ。ロブスターとピラフ、温かいスープとフルーツの食事を楽しみました。自家用ジェットは高い高度を飛ぶので揺れないんだよ。ジョージに感謝。ジョージ王子様は昔から歌が上手くて、私が幼い頃聞いてないからな。前回歌うかと思ったけど歌わんかったからな。あと40数分でミラノに着きますので軽食をお持ちいたしました。いいわね、軽食食べたい。着いたのこれ。ウェルカムドリンクいいね。飲んでみて。いい香り。まさかだわ、私こんな海外旅行すると思わなかった。オリジナルジュースだって。生き返るよ。え、死んでたの？そういう問題じゃないよね。ピリピンクだ。高いんだから。日本のお菓子もあるし、さすがジョージ。あ、カードが届いてる。何カード？好きなもの買っていいよとかいうあのは入ってないの、あのキャッシュは。なんかジョージのそのお金のある感じは素敵だけど。あー、いいわね、街並みが素敵。ねえ、この後、うん、コロッセオとドーモだけ見てオランダに行かない？お、オランダ？私のおじい様の故郷だし。まさかじゃない？ここから。マジで飛ばしたらごめん。ジョージに連絡しておくね。あー、いいね。オランダまで近いね。で、好きなのよね、そのなんか風車のその、そう、いや、いいわ。私のおじい様はこの風車のエンジニアだった。なんかあの朝、日曜とかさ、土曜の朝のさ7時とかすごい早い時間にやってるじゃない、よくあの海外のなんか見て見て、なんていうの、生活見るみたいな番組。あの風車の中に入ると好きなんだよね。今でも実際に大きな渦が稼働しているんだ。上まで登れるし、ギシギシ音がして面白いよ。見に行こうよ。入っていいのそれ？おじさまからのメール。のぞみ、どうだい、楽しんでるかい？そろそろ和食が恋しくなった頃だろう、うん、ヨーロッパでも最高に美味しい和食レストラン山里を予約しておいたから。なんかほんといたせりつくせりね。なんか2人で十分堪能したまえ。彼女によろしく。ジョージおじさまって本当に行き届いてるから。うん、行き届いてはいるけどちょっと怖いぐらいよね。やあ、のぞみとのヨーロッパ旅行を楽しんでくれたようだね。まあまあね。どうだね。どうだね。海外のブティックも視察したらもっと大きな仕事がしたくならないか。どういう魅力か、知力上がってよ。なるほど。ではでは、ちょっと一旦戻ろうか、自分のところね。はい、ということで、あ、メイク変えよっか。あ、でもな、ちょっと変えてみる。
じゃあ次回までに変えとこうかな、メイク。はい。ということで、じゃあ今回はこれで終わろうかなと思います。はい。バイバイ。